不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中城先生の不動産大学ラジオ未公開編ということで、このチャンネルは完全独学で9つの資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、今日は先日のラジオのですね、未公開シーンの方で、ぜひ皆さんに聞いていただきたいところをですね、配信していきたいと思います。実はですね、先日のラジオの配信の方で、マンション管理室ですね、あとそれから CFP に関していろいろとですね、コメントをいただいた方に対して回答した、ところがあるんですけど、そこをちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。一つは、まずマンション管理室をですね、これから目指しているというような感じの、まあコメントをいただきまして、それに対してですね、私もマンション管理室持ってますし、まあ実務に関しても結構、まあ知っている部分があるので、その辺について、ぜひここは知っておいてほしいというところをですね、話しております。あとは、実際に CFP を持っている人が職場にいるという方からですね、あるコメントをいただきまして、それについてもですね、回答しておりますので、ぜひですね、この2つ聞いていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。続きまして、田中行政書士に聞いてみようのコーナーでございます。今日はですね、こんな感じのご質問をいただいております。ちょっと回答していきたいなと思いますね。こちらです。笹木さん、ありがとうございます。この方もですね、よくコメントくださってありがとうございます。私はマンション管理士を当分の目標とし、現場の専門家として活躍したいです。素晴らしいですね。私もマンション管理士取りますけどね、結構マンション管理士も合格率、宅建試験よりもね、合格率低いので結構大変なんですけど、満館は意味ないとよく聞きますが、実際の現場では住民の高齢化、建物の老朽化、ご近所トラブルなどの問題が起きており、何も問題がないマンションはほとんどありません。もうそれはその通りですね。はい。私も専門家として頼られる存在になりたいと思います。ということでですね、コメントありがとうございます。これですね、現状はすごくですね、もう適切に把握されていると思います。もう本当に老朽化しているマンション多いんで、まあ確かにですね、マンション管理士っていうものが活躍できるような感じの、まあ、なんていうんですかね、こう時代背景にはなりつつはあるんですけども、まあ実際管理組合とかでも、マンション管理士とかにですね、相談を依頼するっていうケースなんか私が知ってる範囲でも結構あったりはするんですが、これ私が一つですね、まあマンション管理士を持ってる身として一つアドバイスをさせていただくと、私マンション管理士という資格も持ってますし、実際のマンションの管理組合の理事長とかもですね、結構やってたので、まあその辺のことは実務上のことはすごく理解をしているつもりではあるんですが、まあこれからもしマンション管理士を目指したいっていう方はですね、ぜひ聞いていただきたいんですけど、まずこれマンション管理士って聞くと、まあ何も知らない人だとなんかマンションの管理人の資格だっていうふうになんか知らない人に話すとですね、俺マンション管理士取ったんだっていうと、管理人になるのみたいなふうに言ってくる人いるんですけど、それが私はすごいね、悔しくて、これマンション管理士っていう名前がなんかマンションの管理人の資格を連想させるんで、なんかそんな難しい資格って思われにくいんですよ。もちろん業界の人だったらわかるんですけど、これ本当にレベル高いんですよ。不動産関係の資格の中では、こう、なんですか、宅建よりも上ですよ。合格率だけ見ると。で試験難易度も結構難しいです。で、一つ言うとですね、これマンション管理士の実務って、もうすごい専門的なんですよ。これ要するに個人資格なので、マンションに関するプロフェッショナルとして管理組合にアドバイスをするんですけど、これ一つ言っておきたいのは、試験に合格しただけの知識ではアドバイスできません。これはもう本当はっきり言っておきますけど、これ実務経験は絶対にいります。なんかマンション管理士事務所にこう、なんか弟子入りするってなかなか難しいと思うんですけど、例えば建物管理の会社に勤務するとかですね、もしくは自分が持っている分譲マンションの理事長になるとか、こう何らかやっぱり実務経験がある程度ないと、適切なアドバイスをするのは試験合格しただけでは難しいです。例えば管理業務主任者っていう資格があるんですけど、これは建物管理会社に設置しなければいけない、こういわゆる宅建士みたいな資格なんですけど、で試験難易度はこっちは若干低いんですけど、試験範囲はほとんど一緒っていうような資格なんですね。こっちの方に関しては、もう建物管理会社に勤務している人が取ることが多いので、まあ、おのずと実務経験があるっていうケースが多いんですけど、マンション管理士の方は、本当に管理組合側にアドバイスをするんですよ。管理業務主任者っていうのは管理会社側の資格なので、まあアドバイスするはするんですけど、所詮管理会社側の人間なんです。ただこれマンション管理士っていうのは本当個人の資格でもって、管理組合にアドバイスをしなきゃいけないんですよ。で、そのアドバイスっていうのがもう、教科書通りのアドバイスなんかできないんですよ。まあマンションによってこう状況千差万別ですし、いろんな状況があるので、で、間違ったアドバイスをすると結構なトラブルになるんですよ。なのでこうマンション管理士に関しては、もしマンション管理士としてなんか仕事していきたいなという形であれば、絶対に実務経験何らかの形で積んだ方がいいと思いますよ。もう本当弟子入りするぐらいの覚悟でやっておかないと、ちょっと試験合格しただけではちょっと、資格として生かすのはなかなか難しい資格かなというふうに思いますので、ぜひ実務経験の方ですね、どこかでうまく積んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
宅建合格ラジオ、それからですね、こんな感じのコメントもいただいております。こちらです。個人事業主さんや独立考える方なら簿記あってもいいと思います。職場にいる CFP 取得者さん、話すのが不得意なのか普段の会話ですら噛み合わなくて困ってます。資格を生かすには会話力も必要だなと思う日々です、ということでですね、コメントありがとうございます。これはね、もう本当その通りなんですよ。私もの周りにも結構そういう人いますよ。いっぱい資格持ってるんですけど、それを相手に伝えたい、こうアピールするのがすごく下手な人ってね、すごくいるんですよ。これはもちろん会話力っていうのもありますし、まあ、コミュニケーション能力とかもこの辺も営業力そのものなんですけども、知識だけあっても本当ダメなんですよね。それをやっぱりどういうふうに相手に伝えていくか、その知っている知識をどういう感じで相手に伝えていくのかっていうのは、本当にこれはね、センスですし経験なんですよね。まあ、もちろん向き不向きも多少はありますけども、これに関してやっぱり資格ばっかり取るっていうのじゃなくて、やっぱり実務に関しての経験っていうのも、やっぱり何とかしてですね、積み重ねていかないと、知識だけ覚えてもなかなかこう仕事でそれを活かしきるっていうのは難しいという側面もあるということなんですね。CFP ってすごい大変ですよ。FP の1級クラスの知識なので、かなり高いレベルを求められるんですけど、やっぱりそれ頭では覚えててもですね、なかなかそれを全部活かすのが難しいっていう人もいらっしゃるということなんですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、資格に関しては、取るということもすごく重要なんですけども、取った後どういうふうに仕事に生かすか、人生に生かすかというところがですね、非常に重要になってくるというところをですね、少しでも感じていただければと思います。ということで、また明日。